韓国銀行は大韓民国の中央銀行である。1948年の大韓民国政府樹立に伴い、1950年5月に韓国銀行法が制定され、同年6月12日に創設された。現在はソウル特別市中区南大門路3階110番地に本部を置き、総裁はリハシラレッツである。本店の休館は、 立つの金庫によって設計された建物で、もともと日本統治時代に朝鮮銀行として使用されていた。祖先は伊藤博文の直筆である。現在は韓国銀行貨幣博物館として一般に公開されており、韓国や諸外国の貨幣資料を見学することができる。文化財庁、史跡280号。この銀行は国の中央銀行としては珍しく、 2004年から4年間、世界唯一の赤字中央銀行となっていた。これは、市場に流通されている通貨量を調節する目的で発行される通貨、安定証券の型発行と、それに基づく利子負担によるもので、この時期の通貨安定証券の型発行は、為替の値下がりを防ぐため行われたものである。また、1997年のアジア通貨危機当時、 韓国銀行は外貨を国内の市中銀行に貸し出すなどして公表されていた外貨準備庫を確保していなかったことがアメリカ合衆国連邦準備理事会のアラン・グリーン・スパン議長の解雇録で明らかとなっている。韓国銀行家平均有博物館金融通貨委員会のもとに総裁、副総裁、副総裁補が以下の組織を統括する。地方には 以下の16の地域本部が設置されている。韓国銀行テ具本部、伊藤博文直期室の提訴と確認韓国銀行旧本店、削除も東京新聞2020年10月21日、中央銀行は非常に少ない費用で紙幣をすり、莫大な中増差益を上げる。またすった金を貸すと利子を受けることから、赤字を出すというのは極めて異例である。 ハンディンは世界唯一の赤字中央銀行朝鮮日報2007年2月23日、スイス中銀の2015年決算は233億フランの赤字、過去最大アジア通貨危機はハンディンが引き起こした朝鮮日報2007年9月19日。ありがとうございます。